慶子、吉江、内海、吉江は、東京市浅草区出身の元漫才師である。魔石芸能者に所属し、内海慶子、吉江の名で、内海慶子と、女性漫才コンビとして活動していた。両親は、夫婦漫才師の荒川小吉、林家染子と武器。1945年にデビュー。女剣劇や、父子漫才を経て、1950年の14歳の時に、 宇津美恵子と女性漫才コンビ、宇津美恵子・吉江を結成。三味線教室へ通い毎日10時間以上の猛練習を行い、猛スピードで成長。1958年、4度目の挑戦で NHK 新人漫才コンクールで優勝。その前年は、準優勝だったことを恵子から、吉江のせいだと当たられ、自殺未遂を起こしたことがある。 1961年には文部省芸術祭奨励賞を受賞し、1982年には芸術編賞文部大臣賞を受賞した。長くコンビを組むうちに稽古との間に圧力が生まれ、デビュー以来やら配分が4、6だったことがきっかけで解散騒ぎに発展。事務所などが間に入り解散は免れたものの、 このことがきっかけで一人で仕事をしたいと思いたり、単独での番組出演をするようになる。その後、長期間にわたって、コンビ仲が悪く舞台以外は口もきかない状態が続いたが、稽古が新聞社から依頼の原稿で、吉江の成長を応援しようと思うようになり、吉江を認めた。また、吉江も稽古に対して、 意地を張ったり反発したことはあったが、素直に心からの礼を言ったことがあっただろうかと考え、芸術編章文部大臣賞の受賞パーティーで、慶子に対して初めて心からの礼を述べた。以降、漫才の仕事や付き合い、ギャラ配分などがすべて吉江に任せられるようになり、慶子は漫才教団理事長就任で票に出ないようになった。横浜放送映画専門学院で講師。 お笑いスター誕生。では審査員を務めたのが縁で、同行出身で同番組にも出演した、うっちゃんなんちゃんを自身が所属していた、魔石芸能者へ招いて芸能界入りのきっかけを作ったため、うっちゃんなんちゃんは師匠と仰いでいる。また、1990年代は、午後は思いっきりテレビへ、準レギュラーとして出演し、ちょっと聞いてよ。 思いっきり生電話のコーナーで、江戸っ子ならではの歯に衣着せぬコメントをしていたことでも知られる。その後も、稽古とコンビで活動していたが、1997年10月6日、遺願のため死去。満61歳没。稽古が見舞いに来た際に、あと2年で、結成50年なんだからしっかりしなさいよと声をかけたのが最後の会話となった。ひぎの吉江に向けて、 漫才やるよと声をかけ、漫才、名調名木を披露した。墓所は、東京都世田谷区幸い隆二。波乱万丈97年、吉江さんと二人三脚駆け抜けた四時代、経験は、全部形になるスポニチアネックス、2020.8、20ABCDE、中井正宏の金曜日のスマたちへ、スペシャル、の番組概要ページ。 グーテレビ番組2015年7月31日閲覧、幸福好き i い話 ISBN978 から4から569571553、笑い組、豊かの、さて、今回のお話は、師匠のこと。第19回一般社団法人漫才協会漫、日新聞2018年8月7日閲覧。ありがとうございます。